僕も犬自体は好きなんですけど、反対やったそうですね。やっぱ一番はちょっと、ステファニーがね、マーフィーを怪我させたりせんかなっていう心配もあったり、あとはね、よくよく散歩行くのも、もう子供らがね、行ってくれんなった時に、一人で2匹行くのもしんどいなという気持ちだったんで。反対してた。はい。はあ。けど蓋を開けてみたはい。ら、来てた。来てました。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組「猫ワン」。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は2匹のワンちゃんと仲良く暮らす佐川さんご家族を訪ねます。2匹の甘えん坊さんの様子たっぷりご覧いただきます。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い、伊予郡正木町加村動物病院は猫ワンを応援しています。お気に入りの場所で庭を眺めるステファニーちゃん7歳。お父さんとお母さんの中を通って、黒い犬はマーフィー君2歳。家族みんなで猫ワンを迎えてくれました。まーちゃんじっとしてないね。せんね。じっとするとき、寝るときとご飯食べたらどう？お母さん、何人家族ですか？4人家族で、2匹です。6人、はい、6人家族で、ああ本当だ。でワンちゃん2匹ということですね。そうですね。じゃあまず体の大きい方からご紹介いただいていいですか？が、ステファニーです。ステファニーちゃん、はい、ステファニーちゃんはどういうきっかけで佐川家に？きっかけはお家建てる時にワンちゃんが欲しいって子供たちに言われて、でペットショップに連れて行ってほしいと言われたんですけど、ペットショップだけじゃなくって、その里親で家族を待ってるワンちゃんがいるんだよっていうので、犬猫の会に行った時に出会ったっていう感じですね。出会った時の印象はどういう感じだったんですか？は、どうだったんだろう。まずは私の実家で飼ってたワンちゃん
にそっくりだったんですよ、うん、で、あと、まあ、もうすごいゲージの奥の方でずっと震えてる感じ、もう人間に怯えてるっていうのがもう分かる、すごい、うん、なんかもうそこにグッとちょっと惹かれる、なんか惹かれるものがあって、うん、なかなか慣れなかった時どうでした？なんか嫌なら無理に接さん方がいいかなって思って、うん、自分が出てきてくれるまで待ちました。大人ですねそうですね、ひまりちゃんなんか気をつけてたことありますか？なかなかステファニーちゃん慣れなくて。まだちっちゃい時で2歳、3歳、2歳とか3歳とか5歳ではない。違う、あんま覚えてないの。でも何箇所も噛まれてるんです実は本当ですそうまだ残ってたりします、傷が。残る。あ、でももう目の上らへん噛まれて二人になった。じゃあよかった目とく、ここ鼻の下ここ、ね、でも全然でも分からないですね。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。虐待されて人間に怯えていたステファニーちゃんを家族に迎えた佐川さん一家、焦らずに心を開いてくれるのを待ちました。初対面の人は少し警戒しますが、慣れると大丈夫。まーちゃん、違うとこ入っとるよこれいつもケージを開放していつでも入れるようにしてるんです。そうですね。おー、いいですね。でも自分らがなんか悪いことしたって分かったら、うん、入ってしまうよね。てかスープはもう安心できる場所みたいになってるんでしょうね。中ちょいが甘いと思いますよ。はーい。もうワンちゃん飼うことに対してはもうみんな賛成という感じだったんですか？最初は。主人だけ最初は、うん、反対でした。あら、最初反対だった。それはどうして？まああの新築っていうか家の方を建てて、まあいろいろやっぱ傷だっていたりするのかっていうのと、あと子供が、まあ、3歳5歳ぐらいだったんでね、やっぱりちょっと怪我とかしないかなっていう心配が強かったのでちょっと反対でした。めっちゃ噛まれてますけど。まあ噛まれた原因もひまりが多分悪かったんやなっていうんでひまりに聞いてみたら、やっぱりちょっとステファニーが嫌なことをやったのよっていうふうに聞いたんで、まあね、ひまりが悪かったし気をつけよっていうことで、はい、許してます。そうなんですね。でも反対だったのに犬を飼って今はもう一番可愛がってるよ、お父さんが。今いいツッコミ入りましたよどういうことですか？一番スーのこと可愛い可愛いとか、なんか散歩とかも毎回行ってます、お父さん。まあもう4万円だよ3万円もらえないすごいかまだやってって手出すのね
擦りすぎやろ、暑いの。はい。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。これは何をしてるんですか、お父さん。ん、こすってのお手ですか。こすってからのお手。こすって、たぶんまだやってて手出せる。へぇー、うん、気持ちいい。うん、これ好きなの、うん、顔を睨んでる、睨んでる。もっと、もっとおねだり。かわいいな。耳がかわいいのかな。なんか今日えらい耳をかけ、もともと犬は好きなんで、まあ僕ら全部世話せないかんかなと思いながら予想通りになった感じです。あ、そうなんですね。でもあのね、娘らもちょっと休みの日は一緒に散歩行ってくれたりね、世話の方もしてくれるんで、まあ優しい子に育ってほしいなっていう願いもあっていいかなって思ってます。結果オーライそうです、ね、めちゃめちゃコード踏んでますけど、ね、今となってはもう本当に家族です ね、 ですね、ね、いい、まあ、一番お父さんに懐いてくれたのよね。みんなそれぞれ自分に一番とか思ってたりして。スーはお父さんで、まあまあお母さんの方かな、うん、それぞれ担当がみたいな。でもそれぞれにこうキャラクターが全然違うから、うん、ねえ、めっちゃけど、うん、2人のこうお嬢さんとワンちゃんのこう関わり方ってどうですか。はもう兄弟ですね、もう本当に。ええ、何番、どんな感じ役割なんですか。どんな役割なんやろう。やっぱり長女は長女よね。長女、次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 女。ステファニーちゃん次女で、その次は三女。三女末っ子長男。末っ子長男。ほんとそんな感じですね。ひーの方が年上よ。年上、ひーの方が上ね。ひまりが長女になって、とわたら三女の時もあるね。え、どういうことですか。お父さんが次男。お父さん次男。わかんなってきたよ。、うん、日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。ワンちゃん2匹と人間4人、合計6人家族の佐川さん一家。お世話もね、毎日のことだと思うんですが、何か担当とか役割とかっていうのは決まってたりするんですか。そうですね、お手伝い表、あのコロナのちょっとお休みがあったじゃないですか、学校の。でその時にあの子供たちにワンちゃんっていうか、まあ、犬たちのお世話、お世話っていう言い方はどう、うーんと思うんですけど、まあ、餌やり当番だったり、あと何があったっけ、餌やりとお散歩、お散歩当番とかにして、それをちゃんとしなさいと。
自分たちがご飯がなかったら困るでしょっていうので、うんうん、でちゃんとしてねってでいろいろ、うん、してもらってよかったなってことがありますか。多分関わり方がまた変わってきたのかなっていうのはあります。子どもたちがその、うん、追って当たり前っていう感じじゃなくって自分たちも一緒に生活をしているみたいな、うん、世話をするからみんなで一緒にいられるんだよ。そうですね、うん、はあ、マーフィー開いたらいかん。マーフィーちゃんの可愛いポイントってどこですか。めっちゃ懐いてくる。可愛い。じゃあステファニーちゃんのチャームポイントはどこでしょう。おとなしい。おとなしいところ、ねえ。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。を持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか。建築家になってなれるかも。夢を広げるテローグループ。本当にあのツヤツヤで綺麗なワンちゃん室内で飼うっていうことはこれ普通ね外で飼ったりする人もいるじゃないですか。これ室内でっていうのは何か。いやまず外を考えてなかったですっていうのがあのなんていうんだろう、外で飼うワンちゃんになんかあの毒を盛られたとかいうニュースがちょっと聞いたりとか見たりとかした時だったんで、もうワンちゃんは絶対お家の中であの、うん、一緒に暮らそうと思って、うん、でもじゃあ全然ワンちゃん臭がゼロなんですよ。これはどうみんな知りたいと思うとですが、何か秘訣が。いや何も本当に何もないです。シャンプーはどれくらいの頻度とか。はもう数に関しては汚れドロドロに汚れてしまった時にするぐらいで、お風呂を嫌がるの であとはもうブラッシングだったりとかで、まあはトリミングの時にお風呂入ったりで、ちょっとつばえて、あ、つばえてって分かります、はい、つばえた時によだれとかめっちゃつくんで、はい、そうなったら洗うぐらいで。気になったら洗うぐらいで。この匂いのなさ。そうですね、なんでだろうね。いけるもんですね。いけますね。気にはならないです。本当にいつも一緒にいるっていう感じですもんね。もう寝る時も一緒なんで、うん、コロナウイルスでもう子どもさんもね家にいる時間がずっと長くって、そんな時にワンちゃんがいるっていうのはどうでしたか。まあ、心強いですね。やっぱりあのどうしても買い物行く時とかも子どもたちを連れて出れないっていうか出ないようにしてたの でお留守番、子どもたちだけでお留守番するのでもやっぱりあのワンちゃんがいるっていうので安心感。ワンちゃんが子供らを守ってくれるんですか。だと信じて信じてもう2匹に2人を託して
買い物に出てました。トトさんどうですか？そうですね、やっぱり言われるように番犬にもなるし、うん、あと特にまああのひまりの方はあの一人では留守番できんけど、もうステファニーとマーフィーがおったら三人で留守番できるよっていう風になるんで、まあやっぱりねすごい頼りにしとんかなっていう部分はあります。コロナ休みの時にワンちゃんといて どうでしたか？心強い。いかがですか？もうなんか可愛いんで、増える時間、あの会える時間が増えるだけで嬉しかったです。休みになって嬉しかったそうですね。良かったですね、本当に。ね、あの普通こうマイナスじゃないですか、学校に行けなくてっていう、ね、それがもう家族の絆っていうんですか。逆に良かった。そうですね、逆に良かったですね。まあここだけの話ですけど。はい、いやあのなかなかね言葉は通じないと思うんですが、うんですね、ステファニーちゃんとマーフィーちゃんにもし日本語が通じるとしたらどんなことを言葉かけてやりたいですか？どんな言葉？私日本語わかるでいいって言ってた。やったらもう家族になってくれてありがとうですね。もうその一言ですね。クシャンって。お父さんどうですか？もし日本語を理解する、長生き してもらって楽しく生活していこうねって伝えてあげたいです。なんか言ってやりたいことってあります？とにかく褒めたい。褒めたい、例えば？いろいろスーやったらなんかいつも番犬してくれてありがとうとか、マーフィーの世話してくれてありがとうとか、マーやったらなんかいつもいっぱい来てくれてありがとうねとか、そんなん言ったり。お姉ちゃんどうですか？日本語が通じるとしたら、もう自分のことどう思ってるか聞きたいです。おお、なるほど。どうやって思ってると言われたいですか？いつもありがとうって言われたいです。じゃあスーちゃんからは？スーから、わかんない。スーちゃんに言いたいことってあります？なんか昔の状況とか聞いてみたいです。保護される前どうやったんかとか。なんか昔虐待されてたんで、その時どんな気持ちやったかとか聞いてみたいです。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。ちょっとお父さん早く、もう一回。ママ、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 ママ
すごい。やきもち焼くんですか？焼きもちのジャンプだったんですか？そう、自分が一番じゃないとあれなんね。ハーフもね。お父さん、マーフィーちゃんを飼うときにお父さんには内緒だったそうなんですが、どういうことなんですか？もうだいぶ忘れたんですけど、まあ何かな、4対1で待てたらなっていう感じで、僕も犬自体は好きなんですけど反対やったそうですね。やっぱ一番はちょっと、まあ、ステファニーがねマーフィーを怪我させたりせんかなっていう心配もあったり、あとはね、まあ、よくよく散歩行くのももう子供らがね行ってくれんなった時に一人で2匹行くのもしんどいなという気持ちだったんで反対してた。はい、はけど、まあ蓋を開けてみたら、はい、来てた。来てました。えっと思ったんですけど、増えてるやん。そうなんですよ。あっちゃって感じ。そうですね。まあ、あと思ったんですけどね、はい、意外とまあ夏行ってきたんでね、ちょっとずつ可愛いなって思い出して、はい、まあ知らん間にね今の状況になってます。お父さん、ご家庭での立場的にはちょっと多分一番下だと思います。ね、でもワンちゃんは味方ですから、お父さん。そう、いやそう、多分ステファニーは味方してくれても、もうマーフィーはやっぱりオスなんで、うん、女の子の方がいいんかなって思いますね。お父さん力強くいきましょう。はい、はい、頑張ります。猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てねー。